ずっと紙の譜面を使ってきたんですけれども、やっぱり紙の譜面ってどん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 増えていくので、もう紙の譜面でいっぱいになって、もうなんか紙の譜面がいっぱい入っている段ボール箱がもう家に何個もあって、だんだんこうなんか場所を取るようになってきて、なので紙の譜面はすごく好きなんですけれども、そういう場所を取るっていうのが管理が大変だなっていう風になんか少しずつ感じるようになりました。クワデルノを最初に持った時にめちゃくちゃ軽くて、すごい本当にびっくりしました。うわ軽っと思ってびっくりして、実際にこのペンでクワデルノにこう書き込んでいった時に、なんか私はすごく紙に自分のペンでこう文字を書いたりこういろいろ書いたりするのがすごく好きなんですけれども、その紙にペンで書いてる感覚と同じようにクワデルノを使うことができて、こう電子ペーパーなのにこんなに紙と同じ感覚で書けるんだと思ってすごく感動しました。まず見開き機能っていう機能があって、譜面ってこう1枚2枚ってこう連続して何枚かあることが多いんですけれども、それをこう1枚ずつじゃなくてこう2枚見開きで見ることができるっていうのがすごい、こう1曲を全体通してこう1つのスクリーンで見られるっていうのがすごく演奏しやすいなっていうのと、で2つ目に先読み機能っていうのがあって、これはこう譜面が長くこう続いていくときに、こう次のめくった後の譜面を先に見ることができるっていうので、こう先にどんなこうなんだろう展開が来るかっていうのをこう演奏しながら見られるっていうのがすごくなんだろうミュージシャンにとって便利な機能だなと思います。でそして、あとフットスイッチですね。フットスイッチでこうページをめくることができるっていう機能があって、まあ、それもやっぱりライブとかレコーディングでもそうですけど、やっぱり演奏しながらこうやってめくっていくのって難しいので、足で操作できるっていうところが、すごくいいなと思ってて、なんかこう音楽をする人にとって便利な機能がたくさんあるなと思います。私は結構紙に自分のペンでこういろいろ書くのがすごく好きで、楽譜だけじゃなくて例えばスケジュール帳も紙だし、あとは歌詞書くときもやっぱり紙に書きたいし、あとはそうですね日記もこう紙に書くのがすごく好きなんですけれども、このクワデルノを使ったときに本当に普段自分が紙にペンで書いてるような感覚で書くことができて、それにすごく感動しました。だから普段こう紙に何かを書くのが好きな方は絶対に、楽しめる大好きになると思うので、そういう方にぜひおすすめしたいです。